あんたが結婚しなさい。誰と？ケンちゃんと。でも、おかみさん、はい、これで一件落着。そもそもお姉ちゃんと結婚する予定やったんでしょ。ケンちゃん断ってきてよ。でも店継げって言われたらな。何それ、そっちが目的。こんにちは。この地を出てみませんか。僕と結婚してください。いわゆる交際ゼロ日婚ってやつです。何考えてんのよお姉ちゃん。可愛いよな花ちゃん。何話してええか分からへん。店の重みなんて私には全然分からへんから。それやったらこの家出て行きなさい。出て行くから私。あられが嫌なんは後継ぎになること、それともケンちゃんと結婚すること。福屋堂の和菓子は私の誇りや。好きに決まっとるやんか。俺が守ったる。ずっとひなさんのことが好きでした。苦しくないですか、そんな風に生きていて。幸せになるのに器なんて関係ない。自分の気持ちにだけは嘘ついたらあかん。俺お前が好きだったから。え？Fukuyado Honpo Kyoto Love Story 10月19日水曜配信スタート。